い、こんにちは。ヒカックゲームズです。今日もウィニングイレブンアプリ2018やっていきたいなと思います。今日はですね、確定スカウトの紹介で、ガスパーシュマイケル選手の確定スカウト紹介していきます。で、この選手超有能。めっちゃ有能だと思います。で、僕ですね、2017の金ゴールキーパーは結構いい選手持ってたんですけど、2018ではあんまり持ってなくて、個人的に自分が持ってるスカットで行くと金最強はやっぱレーノだと個人的には思ってるんですけど、能力だけ見ると、シュマイケル一択かなと思ってます。で、そんぐらい本当に強い。で、使ってる方も結構地味に最近増えてきたなって印象はあるので、今回紹介させていただこうかなと思っております。で、ガスパシュマイケル選手は、こんな感じの能力値になってますと。で、コラプシングが96超えて、あ、でもこれか30レベルか、ごめんなさい、35レベルの能力値はですね、ちょっと今見ます。はい、コラプシングが97、で、リフレクティングが93、で、クリアリング93、キャッチング93、ゴールキーパーセンス91と。いや、超高いですね。やばい。これは本当に強いなと思います。能力値はもう申し分ない。で、コンディション安定度5。結構キーパーってコンディション安定度高い選手が多い印象なんですけど、意外と低いですけど、まあ5あれば僕は、5以上は、セーフって判断してるんで、まあありかなと思います。で、プレスタイル攻撃的ゴールキーパー。かつ、低弾道パントキック持ってるのいいっすよね。結構低弾道パントキックに助けられること多いんで、パントキック持ってますという感じになっています。かなり強いと思います。で、イーストミッドランズなので、レスターですね。岡崎選手がいるレスターのゴールキーパーという形になります。で、今回ですね、確定スカウト結構熱い感じで持ってこられたので、本当に狙える方狙っていいと思います。はい。で、まずですね、パターン A はイーストミッドランズに2つで確定で、デンマークもしくはクリアリング。これで確定にできます。これ結構いいですね。個人的には、イーストミッドランズプラスクリアリングでもいいですし、デンマークもそんなに高くないので、イーストミッドランズプラスデンマークもありかなと思っております。で、パターン B は、イーストミッドランズに攻撃エリア中央を足してもらって、最後が5択で、コラプシング、ヨーロッパ、ディフレクティング、キャッチング185センチ以上。かなり選択肢あります。かつ、戦術系使えるので、これも結構安く済むかなと思います。で、パターン C が、イーストミッドランズに、2つ目も2択で、攻撃タイプポゼッションもしくは追い込みエリアサイド、ごめんなさい、3択だった。プレッシングセーフティーでも OK。で、最後も4択で、コラプシング、ディフレクティング、キャッチング185センチ以上。いや、めっちゃ種類あるんですよ。でも、これだけでも戦術系3つ使えますし、相当いいと思います。で、最後2つは、イーストミッドランズ使わないパターンで、デンマーク30歳以上、ディフレクティングもしくはキャッチング。これがパターン D です。はい。で、ラストですね。パターン E がデンマークプラス攻撃エリアサイドコラプシング。これでも確定にできます。という感じで、めちゃくちゃスカウトのパターン出させてもらいました。で、デンマークもイーストミッドランズはまあちょっと高いかな。やっぱバーディーとか人気の選手も多いので、高くなっちゃうんですけど、個人的には、デンマーク経由、全部獲得、スカウトで獲得するなら、デンマーク経由が結構いいかなと思うんですけど、まあイーストミッドランズだと2択で確定できたりもするので、割と獲得しやすい選手になるんじゃないかなと思っております。はい、ということで今回ですね、動画は以上で終了していきたいと思います。リクエストなどございましたらぜひぜひお待ちしておりますので、コメントください。では今回動画は以上で終了します。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。